今も私の中の最強の女性芸能人はダブル浅野です。知らない方ごめんなさい。もうすぐ50の元男子、そしてもうすぐ17歳のりゅうくんです。今日も更年期に苦しむ皆様に私の経験から聞いたことをご紹介するコーナーになります。以前にホットフラッシュの呼吸法もお伝えしたんですけれども、更年期障害といったらホットフラッシュだけではなくメンタル的なこともあると思います。更年期になって一番悩むのがイライラじゃないですか。もうやたらわけもなくイライラしてくるとか、ちょっとしたことでイライラが止まらなくなることはあなたが悪いんじゃないんです。もうホルモンバランスの責任なんです。もう女性ホルモンというのは厄介で、出過ぎたら出過ぎたで問題なんですけれども、少なくなったら少なくなったでもう更年期となるとアクセルとブレーキというか、もうわけのわからない症状でイライラすると思うんですけれども、そんな時に私がやってたのは指のツボ押しなんです。私意外にこれ聞いたので皆さんにもどうかなと思ってご紹介したいと思います。イライラした時って頭にこう熱がカーッとなってイラ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 してくると思うんですけれども、そんな時に親指からでも小指からでもどの指からでもいいので、爪の先でちょっと痛いくらい指先を一本ずつ刺激していくんですね。ちょっと痛いくらいにキューッと爪を立ててキューッとつまんでください。これをちょっとイライラが収まるまでツボを押していくんですね。このツボは本当にね、科学的根拠があるようで、自律神経を整えてくれるツボらしいんですね。その時はそこまで知らなかったんですけれども、ご紹介するにあたっていろいろ調べると、どうやら自律神経を安定させてくれる働きがあるツボなようなんですね。なので更年期になってもうなんかイライラすると思った時にぜひこれやってみてください。私には効果があったんですけれども、全ての方に効果があるとは立証されてないんですけれども、私で聞いたので他にも聞く方いるんじゃないかなと思って今日ご紹介してるんですけれども、更年期じゃなくてもなんかもうムカついたことがある時にやってみて。これ指先をキューッと爪で押すだけ、すごく気持ちが落ち着いてくるし、更年期の時にちょっと動悸がすることもあるじゃないですか。あれも私には聞いたので、指の先を爪でちょっと痛いくらいに収まるまで1本ずつ、何秒とか決まってないです。早くしたかったら早くしていいです、遅くしたかったら遅くしてもいいんですけれども、私の場合は1本につき3秒から5秒ぐらい押すと効果がありました。私の場合は元からの女性ではないので、もともと男性で、そして女性として暮らすちょっと前に本当にいろいろホルモンバランスでもう本当に辛かったんですよ。ホットフラッシュをなんとか呼吸法でなだめて、そしてイライラした時には指先のツボを押してって、これ本当に効き目があるので、もし更年期世代、ヴィンテージ世代でイライラするなって、他の更年期障害は何もないけれどもイライラだけするのっていう時にぜひ試してみてください。もうね、他の方法もたくさん試してらっしゃると思いますけれども、それに合わせてこの指押しのツボもやってみてください。そしてこのツボ押しの前後にやってほしいのは、やっぱり腕を大きく動かす深呼吸です。前後にすると効果があるんですけれども、もう私の場合はイライラしたなと思ったらすぐにこう指でキューッとキューッとキューッと、もう指を押しながら深呼吸も兼ねてたんですけれども、余裕があったら押す前に深呼吸をしてからこう指を押すとさらに効果があるかななんて思うんですけれども、余裕がなかったらとりあえず指を押しながら、押しながら、ツボ押しが終わったら最後に深呼吸をして、はぁ、落ち着いたっていう感じになるので、ぜひお試しください。ちょっとでも参考になったって思う方はグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次のコカードチャンネルでお会いします。ありがとうございました。